はい、どうもジンです。今日ですね、いきなり薬学生トレーニーのさくらちゃんが、東京に来ましたと。ジンさん、今日撮影しましょう、かっこ3時間前に来たんですけど、連絡が3時間ちょっと待った。で、急にうちにちょっと来るってことで、今さくらちゃんが向かっております。で、今日のうちの企画なんですけど、さくらちゃんに、いきなり僕んちの冷蔵庫の中身で原料食作ってもらおう、イエー、助手力を試したいと思います。じゃあさくらちゃんの到着をお待ちしたいと思います。はい。さくらお帰り、遅かったね。さくら遅いよ、お腹空いちゃった。ごめん。俺お腹空いちゃったよ。ごめん。今日仕事どうだった？あ、今日は、あ、仕事じゃない、学校どうだった？さくらさ、お疲れのところごめんなんだけど、うん、俺今減量中じゃん。ちょ、お腹空いちゃったよ。あ、作ろうか。ジン君のために大阪から今日帰ってきました。そういうこと。バレるから。まずなんか挨拶からしてもらっていい？あ、すみません、薬学生トレーニーのさくらです、よろしくお願いします。10時ぐらいですよね。うん、そうしたら空いてるって言ってくれた。空いてはなかったけどね。開けてくださいました。空いてました。さくらの枠で空いてましたって、はい、あるもので作ってっていう感じだったので、うん、頑張りたいと思います。カバンもそうです。そうです、そう思います。まずはさくらちゃんにあれだな、タンパク質選んでもらうところだな。今うちにあるタンパク質は砂肝、はい、馬肉、はい、レバー、はい、豚肉。レバー、じゃあ今日は釣りで。君に決めた。じゃあ野菜は、は出てるんですけど。何を作るか。こちらは玉ねぎと、玉ねぎときのこで。なんか前もこの組み合わせやってた。本当に、ね、と、蜂蜜、蜂蜜ありますか？あった。お、ほら、じゃあこれで頑張りたいと思います。はい、これちなみに何を作る予定？すき焼き。おう、風今回はズリです。ズリ、すき焼き風ズリです。すき焼き風ズリです。エプロンとかないですか？うち、あれエプロンじゃなくてタンクトップだから。タンクトップ借りていいですか？じゃあ、うん、タンクトップだからです。あ、なるほど。この上からで、じゃあ、タンクトップ入っていいですか？俺のタンクトップ。あ、ちょうどいいのあった。大きめの、ちょうどいいエプロンあった。あ、よかったです。じゃあ、これで、うん、エプロン、うん、ちょうどいい。OK です。NBA の応援に来てる少女見たくなってるけど大丈夫？じゃあまあ、さっと言ってもらっていいでしょ？うん、そんな、だから俺ができること手伝うよ。あ、じゃあ、玉ねぎ切ってもらっていい？そっから。さくらちゃん、そういえば大会お疲れ様でした。あれ、終わってから会ってません？会ってない、会ってないじゃん。生のさ、絞るってすごいよね。すごいですよね。異次元じゃん。私もフィードバックで、うん、もう少し絞れたねって言われました。いや、でもあの絞りはさ、結構異次元だよね。いや、もう、特にスポーツモデルってやばいですよね。うん、オリーブオイル、オリーブオイル、使おう。今日は使おう。私も東京プロに行きます、食べましたけど、うん、SS 席取ればよかったと思いましたもん。でも S で十分見えるんじゃない？でも結構ジンさん後ろまで来てくださってたんで。本当に私近かったんです。でも多分ジンさんは私のこと見えてないなと思って、ね、でもさ、自分ステージ立っている時ってなんかあんま見えなくない？人見えないです、ね、見えないよね。え、あれってステージから暗いんですか、こっち側って？ああ、暗いね。へえー、じゃあ全然ほぼ見えないみ、まあ、見えてるけど、なんかあ、この人がいるっていう認識できる、多分余裕というかさ、モード入ってるから。あ、長のステージってどうなの？全く見えないです。あ、見えないんだ。もう審査員だけしか見えないです。へえ。玉ねぎを刺さっていたんで、はい、茶色になるまでですね。茶色になるまでね。他の YouTuber さんで動画とか見ます？俺見ないっすね。そんな暇ないですよね。いや、暇は全然あるけど、
全く見てない。あ、でも俺さくらちゃんの結構見る。え、本当ですか。うん、うん、あ、じゃあ直近どこ行ってたか分かります。分かる。お、直近あそこ行ってた、韓国。すごい韓国行ってた。おお、うん、だからコリアを見に行くのがメインやったんです、うん、応援で行ったんですけど、うん、韓国美容をやってきたんですよ。あ、韓国ってさ、みんな美容しに行くじゃん。あ、そうなんですよ。いや、そんなんいいんかって思ってたんですけど、うん、ここめっちゃ良くて。え、何やったの。え、当ててください。コテンツチンポン。すごくない、ポテンツァ。これ、周りに女性いますね、ポテンツァって言ってる。やったことありますよね。ポテンツァない、顔が分かれるやつだね。でもめっちゃ綺麗くないですか。うん、綺麗。全然赤くなってる。違う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 、俺が、うん、俺は顔を牛乳石鹸ドラドラって洗ってベベベってやって終わりだから。だけですか。え、美容クリニックとか行けないんですか。行けない。え、昔ね、俺も肌弱かったの。おー、よく洗ったりしてたんだけど、うん、昔ながらの皮膚科のおばあちゃんに、牛乳石鹸使えばそんな一撃治るからって言われたの。そしたら牛乳石鹸使い始めたら肌トラブルってなんかあんまり。え、えっとしたらお金かけてる人そうどないって感じですよね。そうでもさ、やっぱちゃんと肌系やってる子って、うん、綺麗のなんか次元がさらに違うよね。え、でも、うん、結構究極系に綺麗くないですか。毛穴なくないですか。毛穴ある。え、てか、うん恥ずかしい。その距離恥ずかしいって。てか、ね、そんな赤いですか。日焼けですか。日焼けです。赤いのは日焼けです。違う。あ、照れてる。照れてる。これ硬いから、ちょっと俺切る。あ、もう一回します。え、さくらちゃん兄弟は妹だけ。3個下の妹だけ。ね、大会デビューしそうだもんね。お、見てくれてる。見てるよ、俺。こう妹がちょっと興味を持って、あ、それこそ、私のお母さんが、うん、私がコラボしてもらった筋肉マンたちを、うん、私のお母さんのインスタでフォローするっていうのがあるらしくて、うん、で、ジンさんもフォローしてたみたいなんですよ。うん、そしたら、この8月の末に、うん、あの長野県行ってたじゃないですか。行った。めっちゃ同じ日に、私のお母さんも行ってて。長野に？ジンさんが泊まってたホテルの横のホテルに前日泊まってた、うん、嘘でしょ。そんな偶然やばくない。同じ時に行ってました。で、ママが言ってました。え、さくらちゃん、それは結構運命的なやつじゃない誰とも。ママの。確かにお母さんとの運命はちょっとおかしいから。もういい感じにしなしなに。お、すごい。はい、あ、みりん30とか多いですか。30、いや大丈夫。あ、大丈夫。さくらちゃんの減量ってさ、どんな感じなの。去年はケトみたいなのやってみたんですよ。うん、どうだった。なんか私なんちゃってケトやったっぽくて、こんなんとか普通に使っちゃってたんですよ。うん、全然ケトじゃないだからちゃんとケトではなかったかもしれないですけど、うん、それより今年はちゃんと食べたんですね、うん、全部のバランスよ、うん、じゃあ去年より調子が良かった。あ、やっぱ良かった。でもさ、ケトってさ、脂質取っていいじゃん。そうですよね。だからお腹空かなくて 楽っちゃ楽だよね。え、それは去年めっちゃ思いました。そう、お腹が空かないんだよね。ケトやったらしぼむみたいな言う人いるじゃないですか。多分それはね、カロリー取らなすぎだね。ああ、取れば全然大丈夫、ね、そうだから俺ケトでやってた時は3000キロカロリーぐらい取ってたから。すごい。 それで減量ですもん。うん、油で。でも糖質取んないと、これびっくりするんだけど、マジで減る。あ、体重。そう、体重一気にスパーンって減る。筋肉張らないみたいな時あるんですか。なんか私それがよく分かんなくて、なんかやっぱ男性って、うん、タンシルったら張ってきたみたいな、うん、なんかそう張ってきたって言われてもうんみたいな、張るほどの筋肉あるかみたいになるんですよ。あの、こうパンプアップされて直樹君に、で、さくら張ってきたかって言ってってなるっていう、うん、言わないとやっぱね、言わないとね、うん、直樹くんの立場も心配になるじゃないか、みんなが、うん、大人の事情があるからね、そこは。30と醤油60。うん、それはなんかあるの、決まり事が。醤油がみりんの倍ですか、うん。その比率ってなんかあれやっぱあるの。なんか2:1です
それどっから編み出したんですか？あ、なんか書いてました。あ、書いてたね、はい、それが美味しい。なんかさ、お母さん秘伝 の黄金比率みたいな、そういうくだりかと思ったらさ、まあ、2対1ですってまんまやんけ。黄金比率と言っておきました。これが黄金比率。あ、これが黄金比率だね。これいきます。はい、蜂蜜を、はい、シューって出てきた。おー、結構入れるね。これでいいでしょ、うん、これでいい。はい、さくらちゃんさ、なんかアメリカかなんか行ってなかったっけ？3月に行きました。あれ、でもあれは、うん、あとですよ、ジンさんとコラボした前に行きました。あ、前か。え、オリンピアとか見に行かないの？行きたかったんですけど、うん、でも私、あの、今年勉強しちゃダメで、うん、卒業この前決まったんですよ。うん、そうだよね、言ってたもんね。そうです。で、そう、卒業決まって、うん、2月に国家試験なんです。うん、だから2月まで国家試験の勉強しないといけない。アメリカなんて行って浮かれちゃったら、うん、確実に落ちると。なるほどですね。だから来年見に行きたいんで、うん、じゃあ来年俺が出るべきだと、はい、そういうことだね。今年は一旦ストップで。あ、ちょうどよかったじゃあ。来年のためにちょっと合わせてほしいなって。来年見に行けるんで。俺がね、あの、さくらちゃん見に国家資格終わってね、それにオリンピア合わせて。あ、そうなんでやねん。そうやって、なんかやっぱあれなの、その薬学の中でさ、なんかいろいろジャンルがある。あります。9科目あって。9科目。物理、物理、化学、うわ、俺の一番嫌いなやつばっかじゃん。動体、病態、うん、衛生、放棄、うん、薬剤。薬剤、はい、筋肉、筋肉、筋肉系もあります。大胸筋。あ、できました、これ。筋わけわかんない。わけわかんない。小学生みたい。これで完成です。完成、イエーイ。桜ズキッチン、すき焼き風ずり。ずり、米に乗せてさ、はい、卵で食べたら絶対ない。あ、いいですね。ちょっとせっかくだから、ちょっといただこうかな。ぜひ。ね。これで食べないお家はないですよ。ありがとうございましたっつって。終了っつって。はい、じゃあ盛り付けしてね、さくら。あれありますか？ん？頭。頭？はい。いやー、まあいいでしょう、まあいいでしょう。完成、完成。あ、あずみさんがさ、うん、やっぱりさ、ご飯は調味料が大事。ね、あ、いいですね、ネギとごまなんてかけちゃう。お、かけちゃう。いいですか、これ。ネギかけて、うま。ほら、うわ、もう濃いですね。どて焼きみたい。どて焼きだね、これは。あ、ほら。オッケーオッケー。さくら、脂質だから。脂質には厳しいから。完成。すごい。いい感じ。さくらずキッチン。ずりの土手焼き。違う。すき焼き。すき焼き。ね、じゃあ早速行こう。ここで食べる感じ。うん、立ち食いスタイルだから。うちは。なるほど。うん、味の特徴。うん。うまい。外れないね、さくらちゃんのご飯は。前回何か覚えてます？サバのビーフ。おお。あれもうまかったもんな。しかも食感があるからさ、確かに。なんかすげえ食べた感じするね、これ。ジュリで作ったことないんだったら、私も帰ったらジュリで作ってみます。うん、食べる、食べる。ありがとうございます。じゃあ一つだけ。うん、もうだいぶうまいよ。うん、いいですね。素晴らしいね。これに片栗粉のとろみをつけて、うん、私はいつも牛の赤身の 88% のミンチで作ってます。絶対うまいじゃん。絶対うまいやつやん。よっ、うまっ。以上。以上。はい、急遽さくらちゃんが大阪から来て
今日ご飯作ってもらったんですけど、お邪魔しました。とても美味しかったです。ということで、かゆずま桜で。3ヶ月、いや、半年1回ぐらいでいいかな。めっちゃ少ない。全然求められてない。じゃあ、織姫と彦星はさ、年に1回しか会えないじゃん。そうですね。やっぱあんま会っちゃうと、やっぱりどんな好きでもさ、お互いこう、ああ、いやーってなっちゃうから、やっぱその、ちょうどいい距離感。なるほど、うん。俺はやっぱね、通い妻は3ヶ月か半年1回。ああ。いや、でも半年ちょっと少ないな。なるほど。5ヶ月にしよう。微妙。年1回は変わらないですさすが薬学部。計算早かった、今、理系だからね。じゃあ5ヶ月に1回で。うん、5ヶ月に1回。じゃあ次はじゃあ俺がさくらちゃん行くね。はい、お願いします。来てくださいじゃあさくらちゃん、今日締めてもらっていい？はい、ということで、うん、本日はお邪魔しました、いっぱい食べて大きくなってください、小学生か俺は小学生の子供か